はい、おはようございます。ラスカルでございます。最近ですね、大食いリハビリということでチャレンジメニューの頻度なんかも増えてきてるんですけれども、ちょっとね、今日はチャレンジではなくて久々にゆっくりとデカ盛りを楽しもうかなと思っております。それでですね、本日向かっているお店がですね、大食いの聖地といっても過言じゃないお店、俵飯さんに向かっております。俵飯さんといえばね、デカ盛りの丼、これがね、もうめちゃくちゃ有名なんだけれども、ちょっとね、今日は営業してないらしいんですよ。一応休業してるんですけれども、今日は仕込みしてるから撮影大丈夫ですよと言っていただきまして、特別にですね、営業してない、お客様がいらっしゃらない状態で撮影をさせていただきます。ということで、もうね、お店の目の前ですので、早速中入っていきたいと思います。ということで、ただいまですね、こんな感じで俵飯さんの店内すでに入っております。今回は1個のデカ盛りをいただくわけではなくて、ご飯物を2種類、あとはラーメンですね、を注文させていただきましたので、僕が食べたい定食セットをね、本日は食べていこうと思います。でもうすでにですね、調理をしていただいておりまして、店内ね、めちゃくちゃいい匂いなんですよ。ご飯がね、到着するまでもう少々待ちたいと思います。ああ、今ね、ちょっとこれ注文したチャーハン作っていただいてるんですけど、やばいね、めっちゃうまそうだね、これ。うわ、たまんないということでですね、本日注文させていただきました3品が到着いたしました。紹介しながら食べようか。もうよだれが止まんないですわ。いただきます。まずはね、こちらネギレバ飯というメニューです。こんな感じですね。動画公開するタイミングでレバーがあるかわかんないんだけど、俵飯さんの推しのメニューみたいで、あったら頼んでって言っちゃうぐらい、もう見た目からやばいねレバーなんですけど、こんな感じで、もう厚切りのブリブリですよ。ちょっといただいちゃっていいですか。あ、なんだこれ、うまい。こんな臭みないですか。やば、うまい。ちょっとこれさ、もう卵を溶いちゃってですよちょっとご飯といっちゃっていいですか。あー、うまい。甘辛い味付けのレバーとご飯、相性最高に合うわ。うまっ。これやばいですね。ちょっと普通のレバーに帰れないですね。ちなみに俵飯さんね、料理のサイズ結構あるんですよ。波の小から中大で、大の小中大とありまして、その中でも今回はレバーの方は大の小で注文させていただきました。うまい。ちょっとその間にこれ麺類もつまんでいこうかな。見えるかな、五目タンメンでございます。あー、うまい。あー、うまい。この野菜だしと胡椒の感じと、うまい。すごいですね、この麺よりも具材が入ってるというものすごい贅沢なタンメンなんだけど。大食いの人はあんまりこう頼んでる方いないんだけど、ぜひ皆さんもこの俵さんの麺類食べてみてください。うまい。器持っていいですか。がっつきだ。ほんとさ、レバーももちろんうまいんだけど、タレでご飯いけるもんね。
でも本当にいつも思うんですけど、田原さんちもなんか丼物屋さんみたいに思われがちじゃないですか、はい、こういうセット見てもらって、はい、ちゃんとあの中華飯のお店なんだよっていうところをみんなに知ってもらいたいですね。あの皆さんね、あの丼物とか映像で映してると思うんですけれども、丼だけではなくてもちろんあの単品とかでも注文できたりするので、お酒と一緒にとかね、ぜひ皆さんもしてみてください。相当幸せです。いや本当ここにビールあったら最高なんですけどね。きついな。こうやっぱり油感の強いあんとかこのおかずにこのムカチョウのスープめちゃくちゃ合いますよね。合いますよね。すっきりするんですよね。うまい。やっぱりこういうご飯はね、汗かきながら食べるのがなんぼですよ。気持ちいい。もちろん僕動画でいろいろお店回ってるんでいっぱい好きなお店あるんですけど、本当にその中でも指折りトップで皆さんに来てほしいお店さんなんですよね。うまいや。ということで、ただいまこんな感じですね。極上ネギレバー飯、これの大の小完食させていただきました。続きましてはまだね紹介してない最後のご飯物、ゴロゴロとチャーシューが乗っかったチャーハンでございますね。ちなみにね、今回頼んだチャーハンは、まあ、通常のチャーハンではなくて、常連さんとかがねよく頼むようなゴロゴロチャーシューが入ったチャーハンなので、あの動画見てねこれ食べたいよって方はお店さんに行ってくださればこれも注文できるそうなので、ぜひ食べてみてください。以前僕もチャーハンは食べてるんですけど、マジで田原さんちのチャーハンはほんとうまいんだけど、だけどよ、今回ね並盛りで注文してます。でも通常のチャーハンの 2,3 倍分ぐらいはあると思います。頼まれる方は注意してください。少なめもできるそうなので、お腹に自信のない方は少なめで注文してみてください。あ、やっぱ美味しいな。やっぱ好きだな田原さんちのチャーハン、うまい。マジであれですね、相当レンゲ口に運んでるつもりなんですけど減らないですね、チャーハンこれ。これ半分いってないよね多分。皆さんあの手元にねこれサイズ表あるんですけど、これ注文される際はまあこんな感じで一応小から大まで詳しくね、どれぐらいご飯が入ってるかって書いてありますので、まあ並よりもね少なめにできますんで、お腹と相談して注文してください皆さんは。うん、でももちろん今日もさいっぱい量あったんだけど、もう残りわずかで終わっちゃうなって思うとなんか寂しくなってくるね。こういううまい飯は一生食ってたよ。終わりたくない。
あ、終わっちゃう。終わっちゃう。これ最後の一口ございます。ごちそうさまでした。ということでですね、本日は俵飯さんで好きなようにね注文をして楽しんでいきました。いやー幸せだった。本当にね、僕もたくさんお店に行ってますけれども、クラスでですね、一度は味わっていただきたい名店でございます。味だけではなくて、お店のね雰囲気も僕は大好きでございますので、ぜひね皆様も実際にお店に足を運んでいただいて、この空気感の中でこの絶品料理食べてみてください。なかなかね普通のお店じゃ味わえないような幸せ感があります。またですね、俵飯さんの方では基本メニューはあるんですけれども、黒板メニューだったりとか日替わりでね出されているものもございますので、気になる方は俵飯さんのねツイッター等で本日の限定とかを告知しておりますので、そちらもチェックしてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは概要欄からチェックしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。